スコット・マシュー・パーカーは、イングランド・ロンドン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ポジションはミッドフィールダーであり、主に、トッテナム・ホットスパーやフラムに所属していた。2010から11シーズンには、FWA 年間最優秀選手に選出された。U-16 から A 代表までのすべての年代で、イングランド代表としてプレーした経験があり。 A 代表での初めの4キャップはすべて異なるクラブに所属していた時に記録している。パーカーは粘り強い守備をするセンターハーフの選手として知られている。現在はエフルチャンピオンシップの AFC ボーマスの監督を務めている。パーカーはグレーターロンドンのランベスクで生まれニュークロスゲートにあるハバダッシェリーザスクズハッチャ向こうで学んだ。子供の頃は トッテナムホットスパーのサポーターであった。パーカーは、1994FIFA ワールドカップのオフィシャルスポンーサーを務めた、マクドナルドのイギリスでよく知られている CM に出演し、キッピー、アッピーを披露した。ディレシャルにあった FA のスクールオブエクセレンスを卒業した。ディレシャルを卒業後、チャールトンアスレティックと練習生契約を結んだ。 1997年8月23日に、フットボールリーグディビジョン1のベリー戦で、途中出場し、デビューを果たすと、その2ヶ月後に初めて、クラブとプロ契約を結んだ。将来有望な逸材と見られていたが、その後の2シーズンは満足な出場機会が与えられず、2000年10月31日に、ノリジシティ FC にレンタルで加入することになった。その2ヶ月の間に、 イングランド U-21 代表に選ばれ、トップチームでも数試合の出場機会が与えられた。チャールトンに復帰すると、マーク・キンセラが怪我をしたためすぐにトップチームに呼ばれた。パーカーは、怪我をしたキンセラの代わりに試合に出場したが、好プレーを披露し、キンセラが怪我から復帰した後もポジションを譲らなかった。すぐに、パーカーは、チャールトンの中盤のような選手となり、 粘り強い守備からボールを奪い、素早く前線へボールを運び、数多くのチャンスを作り出した。チャールトンでパーカーは145試合に出場し、10ゴールを決めた。2004年1月30日、1000万ポンドの遺跡金でチェルシーへ加入し、チャールトンを離れることになった。遺跡交渉は長引き、当時監督を務めていたアラン・カービシュリーは、 チェルシーが興味を示しているとの報道がなされた後のパーカーの練習態度などを非難している。パーカーはクロード・マケルレやフランク・ランパードの代わりを務められる選手として契約をしたが得意とするポジションで多くの出場機会を与えられなかった。ポーツマス戦でチェルシーでの唯一のゴールを挙げている。パーカーは2004年3月31日のスウェーデン代表戦のメンバーに選ばれ、 2003から04シーズン終了後にはピーフ年間最優秀若手選手賞を受賞した。翌シーズンにクラブはアリエン、ロッペン、チアゴと契約2004から05シーズンのパーカーの出場機会はさらに減り、ノリチシティ戦で中足骨を骨折してしまったことも悪く出てしまった。この怪我により、ジョゼモーリーニは夏にパーカーを放出し、 イジーヤロシークと契約を結ぼうとしているという噂が信憑性を帯びるようになった。2005年6月15日、650万ポンドの移籍金でニューカッスルユナイテッドへの移籍が決定した。ニューカッスルのトップチームでレギュラーとしてプレーし、クラブは難しいシーズンを送ったが、パーカー自身はコンスタントに活躍する数少ない選手の一人であった。ニューカッスルは クレアム・スーニス監督のもとで低調なスタートを切りながらも7位でシーズンを終えた。2006年3月に伝染性短角球症と診断され残りのシーズンを欠場することになった。この病気により2006フィーファワールドカップのメンバーに選出されるという目標はついえることになった。2006年にグレンドーダーにより入荷するのキャプテンに指名された。 2006年8月19日のウィガン・アスレティックとの開幕戦でキャプテンとしての初ゴールを決めた。チーム自体のパフォーマンスは決して良くなかったが、9月29日には2年ぶりにイングランド代表メンバーに選出された。パーカーは校長を維持し、クラブのインタートートカップ優勝へ貢献し、UEFA カップに出場した。 ウエストハムユナイテッドでプレーするパーカー2007年6月6日700万ポンドの遺跡金でウエストハムユナイテッドへの遺跡が発表された。怪我のためにウエストハムでのデビューは2007年9月28日に行われたリーグカップのプリマスアーガイル戦まで待たなければならなかった。リーグデビューとなったのは9月29日のアーセナル戦であったが怪我のために ハイデン・ムリンズとハーフタイムで交代している。2007年12月22日のミドルズブラ戦でウエストハムでの初ゴールを決めた。2009年5月24日、クラブのサポーター投票による2008から09シーズンの年間最優秀選手に選ばれ、2010年5月4日にはジュリアン・ディックス以来となる2シーズン連続でウエストハムの最優秀選手に選出された。 2010年には、トッテナムホットスパー、アストンビラが獲得に興味を示したが、クラブのチェアマンであるデイビッド・サリバンは、いかなるクラブから、どのようなオファーが届いても決して放出はしないと述べた。その後、クラブと新たな5年契約を結び、ウエストハムのクラブ市場で、最も高級取りの選手となった。2010から11シーズンは、最初の6試合で3ゴールを挙げるスタートを切り、 ここに3年の間で全てのイングランド人の中盤の選手の中でも最もコンスタントな活躍をしている選手であると広く考えられるようになった。イングランドのサポーターや監督であったアブラム・グラントからはイングランド代表に招集しレギュラーとして起用するべきだという声が上がるようになった。カールトンコールは2011年2月12日に 行われたウエストブロムウィッチアルビオン FC 戦で0の3とリードをされて迎えたハーフタイムに行ったパーカーの激励を称賛し、もしあなたがあの場所に行ったらきっと涙していただろう。と話した。その試合では後半にウエストハムが3ゴールを上げ3から3で引き分けた。ブラックプール戦やリバプール FC 戦での活躍が評価され、2011年2月の月間。 最優秀選手に選ばれた。イングランド代表にも呼ばれ、ウエストハムで活躍を続けたパーカーは、ピーフ年間最優秀選手賞にノミネートされたものの受賞は逃したが、FWA 年間最優秀選手賞を受賞した。2011から12シーズンは、チャンピオンシップで開幕を迎え、2011年8月16日に行われた、ワトホード戦でシーズン初ゴールを挙げた。 トッテナムへの遺跡が噂される中、プレミアリーグでのプレーを希望するパーカーはオーナーである、デイビッド・ゴールドにトランスファーリークエストを提出し、僕はウエストハムで素晴らしい4年間を過ごした。ファンやクラブに関係する全ての人たちから受けた、サポートは絶対に忘れない。監督は僕を熱心に残留するよう説得をしてくれたけれど、イングランド代表に選出されている今は、 プレミアリーグでのプレーを必要としている。ファンの人たちが僕の決断を理解し、尊重してくれることを望んでいる。昇格を目指すクラブの成功を祈っている。と話した。2011年8月31日に、ウエストハムユナイテッドとトッテナムホットスパーの両クラブは、パーカーがウエストハムからトッテナムへ完全遺跡で加入することを明らかにした。 遺跡金は550万ポンドとされている。2009年9月10日に行われた、ウォルバーハンプトンワンダラーズ戦で、トッテナムでのデビューを果たし、同じく、デビューとなったエマニュエル・アデバ・イオールのゴールをアシストした。パーカー加入後の4試合スパーズは全勝であった。シーズン終了後には、クラブの最優秀選手の候補に選ばれた。 2012から13シーズンは、怪我により2012年12月16日に、行われた試合まで欠場を余儀なくされた。2014年10月、ノリジシティ戦前のパーカー2013年8月19日、ハリー・レドナップが監督を務めるクイーンズ・パーク、レンジャーズも獲得に動いていたが、3年契約で、フラムへの移籍が決定した。2017年6月28日に、 現役引退を発表した。ユーロ2012のイタリア代表戦でのパーカー U-15 からすべての年代でイングランド代表に選ばれており、U-21 イングランド代表では11キャップを記録している。A 代表デビューは2003年11月16日に行われ3から2で勝利したデンマーク代表戦である。その試合でパーカーはウェイン・ルーニーに代わり、 66分から交代で出場している。スターティングメンバーとして出場したのは UEFA ユーロ2008予選のクロアチア代表戦である。その試合ではパーカーの動きはスティーブン・ジェラードやフランク・ランパードなどの攻撃的な選手が開けたスペースを埋めることとフォローすることに制限された。スティーブ・マクラーレンは特に相手のウィングの選手をマークし、 ガリー・ネビルとアシュリー・コールのサポートをすることを求めた。2010年5月11日、ファビオ・カペットが2010フィーファワールドカップに向けて、招集した30名の候補メンバーに含まれたが、大会に臨む23名の最終メンバーからは、外れた。2011年2月9日に行われたデンマーク、代表戦に後半からフランク・ランパードと交代で、出場し、 4つの異なるクラブで4つのキャップを記録した初めてのイングランドの選手となった。11月11日に行われたスペインとの親善試合ではカペットに信じられないパフォーマンスだったと称賛される働きで勝利に貢献した。2012年2月29日のオランダとの親善試合では初めてキャプテンを務めた。これはジョン・テリーが人種差別発言でキャプテンを剥奪され、 カペロも監督を辞任したことに伴う暫定的な処置であった。ロイ・ホージソン監督より、ユーロ2012のメンバーに選ばれ、イングランド代表の4試合すべてにスターティングメンバーとして出場した。2017年6月30日、フルストッテナムの U-18 チームのコーチ及びクラブアンバサダーに就任した。2018年7月、トッテナムを退団し、 フルスフラムのトップチームのコーチに就任した。2021年6月29日、AFC ボーンマスの監督に就任した。15年以上の交際を経て、ボーンマスに所属するハリー・アーターの兄弟である。カーリーと結婚したため、アーターとはギリの兄弟の関係にある。パーカーには4人の子供がいる。国際 A マッチ18試合例得点。ありがとうございます。